働かない権利とは、障害者などが、障害や病気などの状態悪化を防ぐため、または障害などが重度で勤労がほぼ不可能なものが、あえて勤労を避けることを求める、または、他人から精神的な手段などで勤労を強要される、ことを拒否する権利があると主張する自己決定権、思想である。障害者分野では、反社会復帰と、セットになって語られることが多い。 本人が生存するために消費が必要であり、そのために生産が必要であり、労働は必要であるが、本人が働くため、働けるようになるために本人が要するコスト、それによって、結果がどれほどのものになるか、この両方を見た場合に、本人に対して害が大きいことがある。この場合、自ら労働を避け、他人から精神的な手段などで労働を強要される。 ことを拒否することで社会で生存していく権利があるということを一部の障害者が主張している事故、決定権思想である。精神障害者患者会のうちかつてあった精神病者グループ誤解が中心となって一部の精神障害者やその患者会による独自の造語である。古代古代の西洋における労働観は旧約聖書などに見られる。旧約聖書においては 罰との扱いで、創世紀、第三章十九節神がアダムに課した罰であると、されている。第三章十九節あなたが、第一に戻るまで、あなたは顔に汗して、食物を得ることになろう。三上の水君カール・ハインリッヒ・ブロッホが、新約聖書ではマタイによる、福音二書、第六章二十八節から二十九節には、 イエス・キリストが山上の水訓で怠惰について説いていることが記述されている。テサロニケの信徒への手紙にという詩と、パウロのテサロニケ教会へ送った手紙の中の三章十節に、働きたくないものは食べてはならないとの一節がある。ここで書かれている、働きたくないものつまり、怠惰なものとは、働きたくても働くことができないで、人の世話になっていると言った。 やむを得ない生活をしている人のことではなく、正当で有用な仕事に携わって働く意志を持たず、拒んでいるもの,のことである。中世から近世キリスト教宗教改革以前は、貧しい人を救う役目は、キリスト教会の役割であったが、宗教改革はこれを一変させた。マルティン・ルターは1520年に発表した、ドイツ貴族に与える書で、 怠惰と貪欲は許されざる罪であり、怠惰の原因として物乞いを排斥し、労働を神聖な義務であるとした。ジャン・カルバンはキリスト教皇用でパウロの働きたくないものは食べてはならないという句を支持し、無原則な給品活動を批判した。スイスの宗教改革者たちの意見によれば、 ローマ教会ことカトリック教会の無闇や,やたらに施しを与えるという見せかけの事前を認めていたことに対抗するために、真のキリスト教徒は勤勉と倹約の徳をと強く主張しなければならなかった背景があったという。ヨーロッパの国家はその影響により、労働は神聖なもの、働くことは神のご意志とされていて、労働しないものは神や国家に反逆する。 ものとされていた。例えば、フランスでは1656年に、パリ市内及び、近郊の貧しい小敷の監禁のための、一般世リ院の設立を定める直例と、その強化例が発せられ、労働しない者を、来世リ院だった建物を転用して収容し、労働させた。この施設は、医療施設ではなく、委員長が、貧困者に対する、裁判権、強制権、 懲罰権を持つ監禁施設であった。大規模なものとして、ルイ14世の指導で、精神障害者、犯罪者、不老者を収容する総合施養院、微セートル病院、サルペトリエール病院が建設される。後に工業化も進み農民が、都市に流れ込み中には、食からあふれるものも出てくるが、当時、こういった人は国家にとって、不要なものとされ、 これらのものの強制収容が進められ、この動きは、あっという間に、ヨーロッパ全土に広がっていった。その収容者の中には、精神病者もいた。話をフランスに戻すと、パリのノートルダム寺院前の広場に、パリ警視庁の警備によって、大勢の人たちが連日かき集められた。集められたのは、不老者、小敷、怠け者、ならず者、売春婦、狂人、 親不幸者。彼らは、警視庁鑑別所を経て、セリ院と称する、収容所へ投げ込まれた。そこは火も差し込まぬ、力であり、皆一色たで鎖につながれた。泣き騒ぐ者には手枷足枷首枷をはめられた。イギリスでは、旧貧人が、強制労働をさせるための役割を負わされた。近代事故決定権の提唱1859年。 イギリスの哲学者、ジョン・スチュアート・ミルが、辞書、自由論にて、自己決定権にあたる権利を提唱した。フランス社会主義思想1883年には、カール・マルクスの嫁婿で、フランス労働党の創設に携わった、ポール・ラ・ファルグは、大々の権利レドロワー・ラ・パレッセという著作を出版し、当時の奴隷的作取労働と、働く権利のパラドックスを批判した。 これは、サンディカリスム運動やストライキ権にも影響を与えた。ソビエト社会主義思想ソビエト連邦及び、ソビエト連邦共産党の初代指導者、ウラジーミル・レーニンは、同党の機関紙、プラウダ第17号にて、論文、競争を、どう組織するかを寄稿し、働かざる者は食うべからずは、社会主義の実践的解立であると述べた。この解立は、 新約聖書の働きたくないものは食べてはならないを引用したとされている。1936年制定のソビエト社会主義、共和国連邦憲法では第12条に働かざる者食うべからずの表現がある。この憲法は国内よりも対外的な宣伝を意図して作られたものであり、候補者推薦制とソビエト連邦共産党による一党独裁制は、 変わらず、恐怖政治や大量の粛清、虐殺、強制労働が行われ、その犠牲者の多くは労働者や農民であった。最終的に、1991年のソビエト連邦の崩壊により、憲法は執行するに至っている。日本人は、江戸時代の農民を例に、もともと勤勉な民族でそれは、農耕民族の国民性に根ざしていると言われているが、 実際はそうではないとしている。明治維新後1872年10月16日、ロシアのアレクセイ皇太子が訪日するにあたり、明治政府は、東京府東京市本郷の元加賀判定後の秋永屋に永前会議所付属養育院を設置し、巷の生活困窮者などを借り込み収容した。1874年12月に自立された。 実況規則に基づく保護を行ってきた。戦後戦後になり、1947年5月3日に施行された日本国憲法第27条には、すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う。との勤労の権利と日本国民の三大義務の一つ、勤労の義務の規定がある。うち、勤労の義務は大日本帝国憲法には規定はない。 GHQ 草案、憲法改正草案要項、憲法改正草案など詳しい比較は、日本国憲法、第27条の項目を参照。勤労の義務規定の由来は、諸説があるが、農林官僚出身の元農林大臣の石黒、忠だや農林議官出身で大議士の竹山、雄太郎が、二宮尊徳の、法徳思想の精神にのっとって、日本国民が、 自らの勤労の力で太平洋戦争で荒廃した祖国を再建させて行こうと提案したのが有力とされている。一方、当時の日本社会党が高野岩三郎らの憲法研究会のメンバー鈴木安蔵がまとめた憲法総案要項を参考に提案してこの義務が追加されたともある。法学者で憲法を専攻している宮沢俊夫氏は 日本国憲法の場合は、ソ連やその諸国のような社会主義体制を取るものでは、ないからそれらの国々が定める、勤労の義務の性質とはおのずと違うであろうが、すべての国民は働いて、生活をすることを原則とすることにおいてはそれらの諸国と同じである。としている。かろうじて、日本国憲法第十八条を踏まえて、労働基準法第五条で労働者の意思に反した。 強制労働が禁止されている。そのような流れであったので、障害者の福祉政策は、多くの障害者からも働ける施策を求めた。国も、そのような声に応じてきたが、実際は、働くことが困難な者もいて、その施策に反発する者や、グループも出始めた。脳性麻痺患者による障害者患者会、大阪青い芝の会は1972年に、 解放にて、障害者は、働くことは、良いことなのだ。働けないことはいけないことなのだと教えられている。ことあるごとに、働くことは、良いことなのだ。働くところがなければ、受産所へ行っても働けと言われ続ける。街を歩けば、どこの施設から逃げてきたのだと言葉をかけられる。と、障害者が直面している就労や訓練に関する、実態を明かし、 この現実を私たちは拒否します。と発言している。働かない権利を掲げる精神障害者患者会も現れる。例えば、愛媛県松山市の精神障害者患者会、1980年発足の精神病者グループ5会では当初は、労働を前提とした社会復帰を目指していたという。名前を札に書き、その下に、 現在の仕事先や学校名を書いて、壁にぶら下げ就労を競っていたが、社会復帰しても再発するケースが増え、後にあるがままに生きる生き方を重視しだした。メンバーの藤原玲子によると、若い描写の中には、自ら死を選んだ人もあった。再入院する人も少なくはなかった。もう働くのをやめようという意見が出てきた。と証言している。 よって、労働を前提とした、社会復帰路線を取る、全国精神障害者家族会連合会などの、精神障害者家族会などの福祉関係団体と、衝突することもあった。障害者が、虐待等により強制労働を強いていたという事件も、いくつか起こっている現状がある。障害や、病状の悪化、人権侵害につながるのようなものが起きた場合、 本末転倒と言える。そもそも資本主義社会では、労働は、倫理的性格の活動ではなく、労働者の生存を維持するためにやむを、得なく、行われる苦痛に満ちたものである。国際法との関係1992年6月12日には1983年6月20日採択の、障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する、条約に批准する。 この条約に基づいて障害者のために取られる措置は、それ以外の労働者との関連では差別待遇とは、みなされないとしている。この条約に定義される障害者とは、正当に認定された身体的または、精神的障害のため、適当な職業につき、これを継続し及びその職業において向上する、見通しが相当に減少しているものである。自立支援近年。 自立支援という言葉が叫ばれる。2000年にホームレス支援事業が検討され、2002年に児童扶養手当法と母子及び家父福祉法の改正があり、2005年に生活保護、受給者等就労支援事業、2006年に障害者自立支援法が制定されるを侵害しているとして意見訴訟を起こしている。総合支援障害者自立支援法は、 2013年4月1日から、法律の理念、目的が変更され、障害者総合支援法として施行された。この法律が定める就労移行支援制度は働く、意欲と能力のある障害者が企業などで働ける、要福祉側から支援するもので、ここで語られているような働く能力がない障害者は、支援対象ではない。精神障害者の統計ではあるが、 財団法人全国精神障害者家族会連合会の1985年の今後の就労希望調査によると働きたくないが4.5%できれば働きたくないが2.8%を占める2008年1月18日発表の厚生労働省職業安定局高齢障害者雇用対策部障害者雇用対策課の資料によると 15歳以上64歳以下の精神障害者は35万1000人と推計されているが、就業していない者が28万3000人と8割を占め、そのうち33.1%は就業希望はない。これらから決してすべての障害者が働きたいとは思っていない実情がある。障害者雇用に関わる補助金としては、 特定求職者雇用開発助成金がある。一定条件をクリアすれば労働者として雇い入れた事業主に対して賃金相当額の一部の助成する制度である。行政刷新会議の事業仕分け第3弾前半初日では予算の執行率が低調などとして見直すと判定された。水戸事件においては事業者は この補助金を受け取っていながら持ち的障害者の従業員に対してほとんど賃金を支払っていなかった。1930年6月28日採択の強制労働に関する条約に1932年11月21日に批准したが、これは当時の時代状況を反映し、植民地における労働形態を念頭に置いている条文がほとんどで、 この項目の趣旨、働けないと思う人が働かないと宣言し、労働を拒否する行為とはほとんど関連性はない。2011年6月現在、ストライキ権の行使や政治的見解に対する懲罰、労働規律の手段としたものを含めあらゆる種類の強制労働を禁止する国際労働機関が、 第二次世界大戦後の1957年6月25日採択に採択した強制労働廃止に関する条約を批准していないが強制労働に関する条約の強化条約であるので同様にこの項目の趣旨との関連性はほとんどない現実的に働いていないものの中から働きたくても働けないものを選別するのは簡単なものではない上 本人が働けないことを立証するのは困難であり、権利を宣言しても説得力に欠く問題がある。また、多くの障害者が合理的な配慮を受けながら働く、そのような場所が少ない現実があり、その現実を前提にして、働かない権利が主張されているため、そこが変われば、この主張が成立するか、という問題もある。 現状では2003年度より障害者自身が就労以降の選択できるよう制度が改められ、2014年には障害者基本法と障害者差別解消法の成立により、環境が整ったとして障害者権利条約を批准したことにより、その後は行政等から労働を強制されることはなくなった。日本では、 一般論として働かない権利を主張するとその人が置かれている環境によっては違法性が疑われる可能性が高まる。一つに、軽犯罪法違反で第一条第四項、整形の都がないのに働く能力がありながら職業につく意思を有せず、かつ一定の住居を持たないもので処方をうろついたものに反すると疑われる可能性が高まり、 その刑罰として交流または過量が定められている。もう一つに障害年金や生活保護を受けているケースでは最悪国に対する詐欺罪が成立する可能性が高まる。仮に不法行為はないとしても、前述のように資本主義社会においての労働は生活のためにやむなく行われていることを踏まえると労働者を逆なでする造語であり、 それに対しての社会的制裁の対象となり得る。立命館大学大学院先端総合学術研究科に関連論文がある。使徒とは、基本は、イエスキリストの弟子のことを言うが、パウロの場合は、生前のキリストにはあっていない。もともとは、サウロとのヘブライ名のユダヤ人で、キリストと敵対していたファリサイ派に属していたが、キリストを信じる人を弾圧しようと、 ダマスカスに向かっていた時に、天から、不思議な声が聞こえたという。その様子は、使徒原稿69章1から22節に書かれている。現在のギリシャ第二の規模の都市、テッサロニキ指導する時間が短かったために、特に週末に関する理解、イエスの再臨に関する理解は、不十分で教会が混乱していた。この手紙は以前はパウロによって書かれたと考えられて、いたが、 パウロの名によって別人が書いたと考えられている。チャリティの項目も参照10強規則は1929年の救護法、戦後1950年の生活保護法へ引き継がれるこの憲法草案要項は、植木エモリの主義憲法などの自由民権運動や、ワイマール憲法、スターリン憲法、対象デモクラシーでの議論の影響を受けている。ありがとうございます。